ヨタカメは、鳥類の一目である。世界中に広く生息し、すべての大陸に分布する。全身が枯葉に似た模様であり、昼間は外的に見つからないような隠蔽色になっている。くちばしは小さいが、大きな口を持つ。袋梅の鳥のように柔らかい羽毛を持ち、羽音を立てずに飛行する。初列風切りは10枚。足は短く、3000あと足。ひは、収蔵性で。 綿毛に覆われている。夜行性。昼間は地上や木の絵などで休むが、夕方から夜にかけて活動する。昆虫などを捕食する。飛びながら食物を取ることを得意とする。油ヨタカは例外でヤシの実を食す。ヨタカメはアマツバメメと禁煙であり、合わせて単系統、ストライソース、またはインセソースを形成する。この系統は、 貧弱な足などの共有派生形質を有している。かつてはヨタカメとアマツバメメは姉妹群ともされたが、実際はヨタカメは単系統ではなく、アマツバメヨタカ類の規定的な側系統である。伝統的にヨタカメに含められてきた、ズクヨタカカはアマツバメメと姉妹群なので、現在はアマツバメメに移される。ただし、アマツバメメを伝統的な範囲に限定したまま、ズクヨタカを、 一絵型のズクヨタカメイーゴシーリホームズ都市、かつ、または、アマツバメメズクヨタカカにデディロアナサスやアパデモーフの分類群名を与えることもある。残りのヨタカメは4かに分類され、それぞれは単系統である。かつては、ヨタカカカプライマルグデイから、ヒゲナシヨタカカユーロストポディデイを分離したり、ガマグチヨタカカパターゲデイを、ガマグチヨタカカバトラコスタマデイと、 オーストラリアガマ口チヨタカカパターゲレーに分離する説もあったが否定される。ヨタカメの4課にアマツバメメを加えた5系統間の系統関係はあまりわかっていない。系統が確定しない現状ではこれ以上の分類の修正は難しく、鳥類の目の中でヨタカメは唯一単系統でないと判明したまま残されている。現時点で 最も包括的な分子系統は数のようになっているが BS 値は非常に弱く不確実である。一方、携帯やトドなからの異論があり、マイールは次のような系統樹を求めている。マイールは単型の油オを高めスティートーナサフォームズとガマ口を高めパタージフォームズを置き、他にもいくつかの分類群を置いた。ただし、彼らはズクヨタカかについては、 ズくヨタかメに分離する説を取ったが、ここでは、講義のマツばめ目で記した。伝統的には、よたか目は、よたかあ目、カプライマルニーと、油よたかあ目、スティートオナサスに分けられていた。よたかあ目は、昆虫食、三あと足、ひなは、収造性、油よたかあ目は、ヤシの実を食べみなまやと足、ひなは、万生性という違いがある。 夜行性及びそれによる終練進化からフクロウ目との類似も指摘されてきた。分子的にも、シブリー分類では、抗議のフクロウ目に、ヨタカア目、カプライマルギーとして、フクロウア目、ストライギーズクヨタカア目、イーゴシーリと共に属していた。リビジーアンズ氏は、大枠で伝統分類を踏襲したが、ヨタカ目と、アマツバメメを姉妹軍とシインセソースアセツシプセラモーフ。 上目にまとめた。与田科目は、シブリーへ通る同様、ズク豊田科目と、与田科目に分けた。ありがとうございます。